オホーツク海南部新発地震とは、日本標準時2012年8月14日11時59分36.2秒に、カラフト東方のオホーツク海南部を震号として発生した地震である。震源の深さが 654km と、極めて深い新発地震ながら、MJ7.3、MW7.7 という大規模地震であるため、最大震度3を記録する地震となった。 2012年8月14日12時1分11.0秒最初の地震波を稚内一駅田で観測した。その1.5秒後にはこの観測情報をもとに緊急地震速報の処理を開始した。稚内市での最初の地震波の観測から4.3秒後の12時1分15.3秒には緊急地震速報の第一報が発表された。 7.3秒後の12時1分18.3秒には、総谷地方北部で、震度5弱程度の地震が予測され、予想震度が、一般に緊急地震速報を発表する、警報基準を超えたことから、第2報で警報が発表された。しかし、警報を発表した時点での、第1報及び、第2報では、震源を北緯45度00分、統計142度00分、 北45.0度統計142.0度45.0142.0の幌延町付近を信号とする MJ5.7 深さ 10km の地震と予測していた。これは緊急地震速報を発表する根拠となるところが観測点に到達した地震波の時刻によることで生じた誤った予想だった。実際、 最初の地震波の観測から7.4秒後、第2報の発表からわずか0.1秒後の12時1分18.4秒に発表された第3報では、北緯46度36分統計143度54分、北緯46.6度統計143.9度、46.6、143.9のオホーツク海を震号とする MJ6.8、 深さ 420km の新発地震に変更されている。特に震源が極端に深い新発地震の場合、震源から地表に至るまでの内部構造や地質の差によって地震波の強さや到達時間に顕著な差が生じるため、このような誤報を生じることがある。なお、気象庁の緊急地震速報は観測点が1個または2個を基準として発表する場合は常に 震源の深さを 10km と仮定して発表するため、震源の位置や予想震度に大きな誤差が生じたのである。なお、緊急地震速報が新発地震として訂正された後も、地震に関する速報値は現在発表されている解析値から見ると誤差が大きい。これは新発地震の詳細な解析には時間がかかることを反映している。 速報値の段階で、震源が 590km と、新発地震の中でも、かなり深い部類であることが判明していた。北海道、青森県、岩手県の一部市町村で、最大震度3を観測したほか、石川県輪島市や、新央から約 1650km 以上、震源から約 1800km 以上離れた、千葉県立山市長須賀でも、震度1を計測するなど、 東日本全域から石川県までの広い範囲に及ぶ有感地震となった。震度分布を取ると、震源に近い湧かな市などは震度2や1だったが、震源からやや離れている森岡市や八戸市などでは最大震度を観測している異常震域が見られた。普通の地震の場合、震度分布は震央により近い地域が最大震度を取るが、 震源が極端に深い心発地震の場合、震源に近い地域は柔らかい上部マントルを通るために地震波のエネルギーが減衰しやすい一方、震源から遠い地域は硬いプレートを通ってエネルギーがほとんど減衰せずに地震波が伝わるため、震源から遠い地域が震源から近い地域より強い揺れを観測する場合がある。この地震は太平洋プレートが オホーツクプレートに対して沈み込む際にプレート内部の断層が動いた結果発生したスラブ内地震である。なお、アメリカ地質調査所はこの地震を MW7.7、震源の深さを6 2 5 9トルとしている。この地域における新発地震は珍しくない。ありがとうございます。